はい、集合、集合、集合。はい、集合。皆さん、こんばんは。ホークスの監督の、工藤です。本日もね、ホークス対西武の試合があったわけなんですが、負けと。7対4で普通に負けと。これで、開幕4連勝でウキウキなっとったと思ったら、急に4連敗。貯金ゼロ。何してんねん、ほんま。なんだ、ほんまに。何やねん、4連勝して4連敗って。ジェットコースター上がっても、ハリウッドサドリームかっちゅうても、どれもちゃうも悪夢じゃん、ほんま。今日の先発は、レイ。まあ、先週の、フォアボール、デッドボール、合わせて9個も出しとったけど、何やかんや抑えて、7回2失点で試合作ったから、まあ、今日はやってくれるんかなって思っとった。それがの、蓋開けてみたら、またフォアボール待つ。デッドボール2個、フォアボール6つ。無条件に、ランナー歩かせまくり。とにかく歩かしとった。歩行者天国か、何遍歩かせんねん。その後のリリーフ出し物、またフォアボール出して、今日の投手陣、ただ1試合で、2桁してきや、勝てるか。それ勝てんて。それ勝てんよ。それ言ったセーブさんも見事やったかもしらんけど。自滅よ、今日は。打線の方の。初回に、映像が、見事な先頭打者をもらうって。おう、よくやってくれた。こっから反撃が始まるやなって。思っとったのに、最後の1本が出ない。疑うかよ。ピッチャーがアップアップしとったら、バッターが助けてやらなあかん。ピッチャーもバッターもアップアップしとったら、それ勝てるもんも勝てんの。ただ、最終回は、よかった。まあ、柳田が、逆方向の、見事なホームラン。プロ初登板の井上くんに、プロの線路を浴びせとった。まあ、やっぱり、昨日の動画で、お前がホークスの中心やと、伝えとったから、出たんやと思う。まあ、その後も、ジュリスブリが打ったり、ノブモの2点タイムリー打ったりして、まあ、最後は、ゆうやのセカンドライナーで終わってしまうとけど、希望は見えた。明日につながる最終回だったと思う。まあ、これで、ついに、貯金は、ゼロになってしまったわけだけども。まあ、もうしょうがない。ホークスは、毎年、この時期は、あまり調子良くないから、4月中は、まあ、勝率5割ぐらいできたらいいかなと、わしは思う。まあ、しょうがない。そんな日もあるよ。勝つ日もあれば、負ける日もある。143試合もあるやんか。の。まあ、明日こそ、そろそろ、連敗を止めてほしいと思う。明日以降のホークスに、わしも期待します。ホークスファンの皆さん、明日以降も、わしらを応援よろしくお願いします。ほなまた、グラシアス。